용건은 하고 싶은 말 미리 말해. 이건 하스트 아케리다. 꽤나 멀리서 왔다. 딱 보면 모르나? 언제 들을 즉 마을에 내가 할 크고 강한 연기가 너무 많은 것. 어서 오세요. 할 말이 있나? 난 체르니에 누군가에게 인간은 눈물은 눈에서 나오는 액체. 그 이상이 어서 오세요. 할 말이 있을 꽃을 보고 있어. 잘 부탁드려요. 그건 나 항상 도와주셔서 감사해요. 용건은 그건 맞게 될. 잘 부탁해. 나는 마법사 칼바람. 너무 귀엽잖아. 내가 할 수 있는 건 별로 없어. 뭔가 좋은 기운이 느껴져. 갈게.
자주 아주 찾아주고 불러준 보답. 제가 도움이 되어 드릴게요. 이번 일을 잘 해결하면 좋은 일이 있을 것 같아요. 앞으로도 잘 부탁드려요. 준비해온 모든 룬을 쓰고 가겠습니다.
나와 영혼들이 그대를 보필할 겁니다. 안심하세요. 네게 부끄럽지 않도록 최선을 다할게. 나와 영혼들이 하세요. 네게 부끄럽지 않도록 최선을 다할게. 그래도 지옥의 화염보다는 버틸만 하네요.
기다림이 너무 길군요. 나와 영혼들이 그대를 보필할 겁니다. 안심하세요. 네게 부끄럽지 않도록 최선을 다할게. 정글에 돌아온 것 같다.
그대는 꽃처럼 아름답군요. 어쩐지 물을 주고 싶어질 정도예요. 그런가요?
고맙습니다. 쓰러진 적들이여, 원한 풀고 편 떠나가세요. 나와 영혼들이 그대를 보필할 겁니다. 안심하세요. 네게 부끄럽지 않도록 최선을 다할게. 에일, 아제이스. 안타깝지만 이미 저승에 오른 영혼을 다시 불러올 순 없답니다.
했는데 두 자루면 충분해.
더워라. 그래도 지옥의 화염보다는 버틸만 하네요.
오늘 하루도 잘 보내고 계신가요? 나와 영혼들이 그대를 보필할 겁니다. 안심하세요. 네게 부끄럽지 않도록 최선을 다할게. 달콤하고 시원한 게 먹고 싶어져요.
대단히 고생하셨습니다. 나와 영혼들이 그대를 보필할 겁니다. 안심하세요. 네게 부끄럽지 않도록 최선을 다할게. 용병단의 동료들 모두 내겐 가족, 형제나 다름없어. 안녕하시오, 형제여. 안녕. 역시 카록은 내 마음을 알아준다니까.
역시 인간의 죄치가 느껴지지 않아. 넌 죽어 있는 건가? 난 죽음을 경험한 적이 없어요. 어머나, 더워라. 그래도 지옥의 화염보다는 버틸만 하네요.
고맙습니다. 왜인지 모르겠지만 그대와는 꼭 이전부터 알고 있던 사이 같아요. 네?
정말인가요? 네. 그대의 창백한 모습 때문이려나요? 구해주셔서 고맙습니다. 어디선가 달콤한 향기가 나는가? 저때요? 근사하죠? 말할 수 없는 것에 대해서는 침묵해요.
몰랐어. 敵を発見。警戒を怠るな。手ごわいぞ。気をつけろ。頑張って。ありがとう。私の番ね。燃え尽きなさい。ファイヤー、行きます。暗き刃よ、お願い。任せてくれ。貫け。俺の番だな。はっ、今だ。みんな一気に決めるぞ。任せてちょうだい。チャンスよ。やい。あ、くらえ。ここだ。続きます。はい、やい。チャンスです。もらった。まい。はい、よし、これで大丈夫。いてなるものか。行くぞ、突撃陣烈火。
マイアークスクロー、私の番ですね。はあ、任せてちょうだい。行くわよ。はっ、私の番ですね。アークス駆動。はっ。ワン。え。行くわよ。俺の番だな。アークス駆動。頑張って。ありがとう。よっ、任せてくれ。マイは無。見えた。よし、これで大丈夫だ。
しもし、リンさんですね。奥に広域霊力探知の条件がクリアできる場所が存在しています。 AB 区画を結ぶジャンクション地点、そこにある端末を目指してください。こちらもそれまでに必要な準備を整えておきますので、よろしくお願いします。
だ続きがあるみたいで。そこ。構造が複雑になってきたな。脱出路だったらしいし、迷わないよう注意しないと。ナナもちょっとよどんでるわね。あんたたち気をつけなさい。してもらおうか。はっ、私の番ね。燃え尽きなさい。ファイヤー。あ、貫け。はい、やっ、行くぞ。私の番ね。今だわ。すぐに処置します。すまない、助かる。あ、はっ、行くぞ。行きます。えい、私の番ね。許さん。あ、そこだ。はあ、
あ一区切りね。気をつけろ。はっ。任せてちょうだい。アークス駆動。僕の番だな。せい。とっておきを見せてあげるわ。気高き光よ、我が元に集え。そこまでだ。強制観察を開始する。もう一丁。これでとどめだ。ジャスティス・バレット。俺の番だな。今だ。行くぞ、アリサ。任せて。はっ。ヒュ。俺の番だな。せん。神道滅却。我が太刀は無。見えた。ならば、こせよ。
負けられない。共和国軍が攻めてきた時、俺たちを助けてくれたんだぜ。車から落っこちたナナたちを大きな人形でビューンって来て助けてくれたの。ユウナお姉ちゃんも一緒だったんだよ。ゼシカも心配してたよ。いや、彼女たちだけじゃない、第二の生徒全員が心配している。もちろん僕たちも。どうして二人とも、どうして教官についていかなかったのよ。行きたかったんでしょう。そりゃまた置いてけぼりだからね。ただ君を置いていくのは違うと思ったんだ。僕はもう知ってるだろうが、本当は本校に行くはずだった。長きにわたり皇族を守り続けたヴァンダール家の一員として、セドリック殿下の護衛を兼ねて共に入学することを疑わなかった。だが去年の秋、政府の決定でヴァンダール家の役目は解かれた。皇族の護衛という栄誉を一貴族に独占させるべきではない。そして兄は辺境に飛ばされ、父や叔父たちも軍務に封じられ、
僕自身も殿下の護衛を禁じられた。ただの焼けだったんだ。本校ではなく文校を選んだのは。クルトさん、正直クロスベルについては伝聞程度しか知らなかった。大国であるエレボニアに併合されて、むしろ安心だとすら思っていた。でも人の誇りというものはそんな単純なものじゃないんだよな。君たちが味わっている無力さに比べたら、僕の悩みなんてちっぽけなんだろう。そんな風に思ったら、とても君を放ってはおけなかった。私はユーナさんがなぜそこまで落ち込むのか分かりません。故郷などはありませんし、生物学的な親からも生まれていません。そもそも必要なく感情が動くように作られてはいないと思うので。の、え、でも昨夜ユーナさんが叫んでいるのを見て、なんだか胸がモヤモヤしました。それで教官に放っておいていいのかと言われて、私がここに残っている理由はそのくらいです。ある、私こそそんな大層な理由じゃないよ。本当は分かってるんだ。どうしようもない現実があっても歯を食いしばって頑張るしかないんだって。私のはただのわがままだよ。ならばその先駆け、僕も付き合わせてもらおうか。ティオ君とは久しぶりかな。僕のことは漂白の詩人オリビエとでも呼んでくれたまえ。エレボニアの宝刀王子とはあくまで別人なのだからね。あくまでそちらはアルフィンが本命だからね。宝刀王子はテーマパークを借り切ってミッシーと戯れていることにするさ。不幸中の幸いと言うべきか。今回はお目付け役もいないからね。いや、今回ばかりはクロスベルのこの状況を是非を述べられる立場に僕はない。だからこそ今回だけは自分の体を張る必要があるんだ。
クロスベルを愛する人々の思いに正面から向き合うためにも。そうアルフィンに告げたら、ため息混じりだが賛成してくれてね。エリゼ君からもリーン君たちに気をつけるよう伝言も扱ってきた。ありがとうございます。オリバルト殿下に、7組の方々も、動けないランディさんやエリーさん、ロイドさんたちの代わりに、どうか迫り来る最悪からクロスベルの血を守ってください。ああ1年半前、帝国軍がクロスベルを無血占領した後、当然もう一つの宗主国であるカルバード共和国は黙っていなかった。帝国軍に匹敵する兵力と機動性の高い戦車とガンシップを組み合わせた空挺機甲師団、それをもってクロスベルに侵攻して帝国軍を追い出そうとしたの。帝国軍も戦車と機甲兵の師団でなんとか迎撃しようとしたけど、開戦当初は共和国のガンシップに何度も前線を突破されたみたい。占領直後の混乱で多くの人たちが動揺していて、市街から周辺にある農村や鉱山町に疎開する市民も多かった。うちもせめてケンとナナだけでもアルモリカ村に逃がそうとして、警察学校から戻った私が知り合いの人の運搬車に付き添って二人を送っていくことになった。それがあの日だった。村に向かう途中の街道で共和国軍のガンシップと遭遇したの。帝国軍の迎撃で被弾して、操縦士も強行状態だったのかな。どう考えても軍用車両には見えない運搬車を狙って攻撃してきた。運転手のおじさんは必死で操縦したけど逃げ切れるわけなくて、運搬車は吹き飛ばされて、私たち兄弟は地面に投げ出された。悔しかった。なんで私はこんなにも無力なんだろう。入ったばかりの警察学校の訓練は何の役にも立たなくて、せめてこの子たちだけでもってケンとナナの上に覆いかぶさった。その時だった。飛んできたのは灰色の影、工芸品みたいな騎士人形だった。暴走してたガンシップのローターを一刀で切り落として不時着させて、私たちの命を救い上げてくれた。大丈夫？怪我はないか？手を差し伸べてくる人形からは若い男の人の声がして、それが後に灰色の騎士って呼ばれるあの人の初陣だった。